了して。ありがとうよ。マジか。さっちゃん。ありがとうよ。ありがとうよ。桐生さん、はい、俺と海老名が兄弟。大吾の話が事実ならお前たちは異母兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。
海老名はこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ氷川興産の組長、つまり海老名の祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか、娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザの在り方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてだが、俺はその道を選ばなかった。だから桐生さんが責任を取るってんですか。海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だから春日、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。たくよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう春日。ただ俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ桐生さん。あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。
長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます。プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。どうした。悪い、緊急事態だ。誰だってめえ。大道寺一派か。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながり。お前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。清流会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろう。その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。
要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったが、あいつは滅多に人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チェちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョウ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日、全てに片をつける。今夜はしっかり英気を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょっほっほっほ。いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり洗ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。
眠れねえのかね。何一番。あ、悪い、驚かせちまったか。ああ、いや大丈夫、一番こそ寝ないでいいの。ああ緊張してるわけじゃねえんだけど、なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何。さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。そん時は俺の話聞いてくれるか。ちょっと何。頼む、一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、分かった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてね、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ああ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫。ありがとうね、あかね。うん？ずっと一緒にいてくれて。うん、どういたしまして。あかねはパレカナが好きなんだよね。うん？そうね、私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私が茜を守るね。茜の大切な場所を私が守る。ラニ、私にはそれができるはず。だからもう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニ、とても嬉しい。さあもうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ？逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。全部なくなっちまった。Bye.
桐生さん。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、桐生さん。お前もな。またここで会おう、カスカ。桐生さん、大丈夫かな。俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。難波さんたちもついてんだ。大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネレトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは桐生たちに託されたものでもあるんだからな。ああ、気合い入れていこうぜ。変顔、悲しんで、はい、ポーズ。笑って、変顔、悲しんで、はい、ポーズ。笑って、変顔、悲しんで、はい、ポーズ。